本当にシーズン長かったし、いろいろ怪我したりとかもあったんですけど、皆さんのおかげで本当に優勝することができたかなと思います。その山本選手にとってはどうですか、今年とにかくチャンピオンを取る道のりって難易度は結構高かったんですか、それとも結構順調だったんですか、ご自身が今振り返ってみると。難易度ですか、まあかなり高かったは高かったんですけど、全然思うように走れてない中でのシーズンだったんで、もっと速く走りたいし、それに向けて、まあ、シーズン終わったばっかりですけど、まあ、来シーズン、に向けて全力でまたここから頑張ります。山本選手もね、ずいぶん小さい頃からこうモトクロス、ね、走ってきていろんなタイトルを取ってきたと思うんですけど、こう小さい頃思い描いてた、全日本の A 級のチャンピオンになる自分がの時期が来るっていうのは思ってたより早かったの、遅かった。そうですね、まあ何歳でとかっていうのは全然考えてなかったんですけど、まあここは絶対取りたいっていうのもあったし、まあ本当に大先輩の方がたくさんいる IA1 でもチャンピオン取れるように頑張っていきたいと思っているので、そうですね、そんなところです。はい、ありがとうございます。どうぞ、プレスの方から何かではまず山本選手にご質問があればと思いますが、いかがでしょうか。とりあえずいいかな。では、成田選手に、マイクを渡していただきまして、まずは、成田選手ご自身から、チャンピオン獲得しての初心をお聞かせいただきましょう。はい、ヒート1で優勝してね決めたかったんですけど、ちょっと自分のミスで吹っ飛んでしまって、まあ、ゴールしたときは全然嬉しくなかったというか、そのレースに対してちょっと悔しいかなと思って、あんまり喜びはなかったです。まあそういう意味でも今シーズン勝ち星はものすごくたくさんあったと思うんですが、そしてチャンピオンっていうタイトルも今まで何度も取ってきてるんですが、今まで何度も取ってるチャンピオンタイトルの中で今年のチャンピオンっていうのは難しさとしてはどんくらいだったんですかね。すごい大変だった、それともすごく順調だった、中くらい。まあはっきり言ったら簡単でした。まあ簡単でしたけど、やっぱりそのホンダっていうネーミングの中でのプレッシャーはすごくかなりすごいものがあって、まあそれがちょっと後半戦に負けを生じたかなと思います。その愛車と新しい愛車とこう一体になったっていうのを自分なりに見極められたっていうのは大体いつ頃だったんですか。シーズン前に達成できてたのか、それともシーズン中にかなりいいところに達した、そのあたりはいかがですか。まあ、実際その今のバイクに乗り始めたのが3月、1ヶ月も乗ってないので慣れてきたのは全然最近ですね。最近なんですけど、やっぱり昔ずっとホンダ乗ってて、すごい相性のいいバイクなので、まあ移籍する前、移籍っていうかバイク乗る前から契約した時からこれはいいフィーリングでね、シーズン送れるとは思ってました。なるほど。さあ、それでは成田選手に、プレスの皆さんから何かご質問があればと思いますが、いかがでしょうか。すみません。どうぞ。成田選手、開幕からの連勝を含めて、今まで以上になんか強い成田選手のレースシーズンを見せてもらったっていう風に印象があるんですけど、はい、成田君自身はフィジカルであるとか、その技術的な面であるとか、まあ、ベテランという域に入っていると思うんですけど、そのあたり成田選手自身はどういう風に捉えてますか。自分の強さについて、これまでと比べてっていう。まあ、ベテランですけど、まあ、ベテランなりにその昔のレースの仕方っていうか、その競争率の激しい中でレースしてな
きたライダーなので、まあ、負けん気がすごくあると思うので、で、まあ、年は取ってますけど、実際、失年齢というか、その僕の中の年齢はまだ多分20代ぐらいだと思っているので、別にその暦の中での年齢は気にしてないんで、その、まあ、なんだろう、さっきも言いましたけど、その TK をトレーナーにして、その自分の弱い部分がまたプラスになってきてるんで、あのもう少し長くレースはできるかなとは思います。はい、ありがとうございます。他に、はい、どうぞお願いします。今8回なんで、まあ、一応10回って目標設定したんだけど、あと3年はいけるかなと思います。そのレースをできるんじゃなくてタイトルを3回連続で取れるかなと思います。はい、そうですね、まあ、ヤマハが悪いわけじゃないですけど、ヤマハさんの時も一生懸命みんなで、レプチラがやってきたのですごく良かったんですけど、さらにその本田さんというのはいろんな部分でいろんな担当の人がいて、細かくセッティングしてくれるとか、でさらにすごい乗ってセッティングしてくれる人もいるので、その点ではすごい僕の安心感というか、やりやすいというか、すごく良かったです。はい、よろしいでしょうか。他に何かご質問あればと思いますが、いや、すみません。では山本選手、成田選手にチャレンジするのはいつ頃になりそうですか。いや、全然考えてないんですけど、まあ、そうですね、チャンスがあればお手合わせ願いたいと思います。ありがとうございます。楽しみですね、これから優秀な若手がどんどん、それで来るかもしれないということですので、では、以上のようなところで今シーズンの2人のチャンピオンの、記者会見を終了させていただきたいと思います。2人お疲れ様、ありがとうございました。そしておめでとうございます。まだどうぞ。今シーズンありがとうございました。プレスの皆さんすごい頑張ってくれてると思うんで、去年よりもすごい雑誌でもいろんな、なんだろう、いろんなところにね、フォトグラスが広まってきてると思うんで、できるだけまた皆さんも、去年もお願いしたと思うんですけど、僕たちだけ頑張ってもしょうがないし、プレスの皆さんも一生懸命頑張ってると思いますけど、もっとさらにやっぱりいろんなところに広めてもらって、まあ、はっきり言ったら MMJ さんもちょっとね、やる気ないところもあるんで、いろんなスポンサーも、ね、取れるんだったら皆さんで協力し合って、本当盛り上げていってほしいんで、モトクロス。やっぱり今日実際その僕行きつけのキャバクラの子とか連れてきて初めて見てもすごいやっぱり感動したって言ってくれるんですよ。で本当にやっぱ見てない食わず嫌いの人がこの日本にいっぱいいるんで、その見て、ね、見たら絶対美味しいって思ってくれる人が、楽しいって思ってくれる人がいっぱいいるんで、できるだけ一生懸命やってほしい。僕たちも一生懸命頑張るんで、よろしくお願いします。お願いします。最後にありがとうございました。そしてプレスの皆さん、ぜひよろしくお願いします。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。